はい、今日は、スティックの持ち方改めてになるんですけど、ちょっと確認していきたいなと思います。結構みんなどうやって持つのっていうのは質問で来るんですけど、持ち方って1個じゃないんですよね、スティックって。だからここで持ってたりする、ちょっとこうやってずっとやってるのはあんまり良くないんですけど、こう手が離れちゃってね、よく見るんですけど、こうやってやる人とかね、グッて逃げるのも良くないですよね。こうなんかいろんな持ち方がこの角度だったりあったりするんですけど、ちょっと全部というよりかは要点だけ押さえてお伝えしようと思います。まずダメな持ち方っていうのがありますね。さっき言った通り、力を入れすぎる持ち方はスティックのバウンドも使えないし、腕も硬くなってしまうので良くないです。ただじゃあ全部握れないのかっていう、言うとそうではなくて、ちゃんと全部の指が触れていてほしいんですね、基本。だからこう包んでる状態、こんな感じですね。で、今これが主に手首とかを使う時の持ち方なんですけど、ここを支点に持ってるって感じですかね。わかるかな、ね、こっちで持つ時は基本指を使うんですよ。この3個の指を使ってこう早いプレーをする時で、腕と手首と指と3つ使うポイントがあるんですけど、そのどうやって打ちたいかによって持ち方が変わるって言った感じですかね。で、しっかり持つっていうのは、まあ変な話、めっちゃギュって握っても腕なら叩けるんですよね。で、グッて握ると何がダメかって、手首がカチンってなっちゃうんです。硬くなっちゃうんですね。そしたらもうなんかこう早い動きはきっとできないんですよ、もうこうやって。だから緩く持って、ここら辺を真ん中にした感じで持ってもらって、あとは他は包むって感じですね。こう包んで持って、これが手首です。手首の場合はここから見ると分かるかな、ここがこんな感じで動きます。指の場合はここが動きますね。だから指と手首と腕、まあ腕もちょっと手首入りますけど、こういうね、こういう手首の動きになりますけど、これが使い分けでうまくできるといいですね。腕の方がもちろん大きい音が出るし、遅い曲を刻んだりするとき、は指とか使うよりはるかに刻みやすいです。だからキープしやすいし、しっかりした音が出せますね。で、その中間が手首なんですね。これは手首でやってますけど、腕使うとこうなります。で、手首の場合は、まあちょっと筋トレみたいな感じすると速くなれるんですね。これは手首だけでストロークしてます。これが指だけですね。これが手首で、指と手首を混ぜるとこんな感じでまた軽快に叩けるように、全然力入らないでできるようになるんですけど、速い曲を叩きたいんだったら指を使いなさいってよく言うんですけど、指の練習ね、こういう前の動画にも出したんですけど、それをしっかりやってくださいと。で、持ち方、こっちを支点にするなら指ストロークがメイン、もしくはこう割と普通にこっち支点でも割と普通にこう包んでいただいて、ちょっと手首を効かせてフィルですね、フィルとか打つときはこうやって力を入れずに大きい音を出したいので、スティックのこのチップが上を向くようにしたいんで、この持ち方ですね。で、もしこの手首の方でやる場合は、この向きが変わってくると思います。こういう形だったのが、こうやって叩いてたのが、こうやって叩くことになりますね。手の甲が上になるっていう感じですかね。うん、これとこれとって感じです。うん、どっちもいい、まあいい点があるんですけど、基本みんながやるような曲の場合は、まあフィルだったらこっちも使うし、こっちも使うしって感じなんですけど、はっきり音を出したいんだったらまずこっちをおすすめします。跳ね返りも使って、このチップをね、しっかり上に上げる。上に上げると勝手に大きい音になります。だから、こうやって強く打とうとしない。で、振り上げるっていう。こうやって上げると、速く
力も入らずに大きい音がスムーズに出せるようになります。こうやってタム回しの練習をするといいですね。タム回しの練習はこう腕を、ね、振り切らない、なんていうのかな、こう大きく行き過ぎない、最短で腕をこう移動させつつ、あとはスティックどうするかなっていう、あの選択肢が生まれてくるので、タム回しの練習ただ打てばいいだけじゃなくて、その辺も考えられたらいいかなと思います。ちょっとそれましたが、持ち方ですね。あとこういうのもダメですね。バウンド拾えないんで、こうやっなってしまうともう押さえつけですねになっちゃうんで、やめましょう、ね、しっかりこれはこっち側にやっといてもらって、こっちで持つかここで持つかっていう感じで、やってみてください。まあ、ここというよりも小指もつけてもいいんで、まあ、こういう感じでもいいんですけどね。なんかね、手首を使うか、指を使うかみたいな考え方で、変えてみるといいと思います。じゃあ頑張って練習してください。